事故現場私の家は二階建てのアパートで大通りから少し離れた細い道に面しています。その道は近所の小学生の通学路になっています。車の通りは多くないんですが、三ヶ月ほど前に事故がありました。小学生が乗用車にひかれて死んでしまいました。その現場というのが 私の部屋の窓からちょうど覗ける位置なんです。その事故から2週間ぐらい経ってからでしょうか。その事故現場には、毎日新しい花束とお菓子が置かれるようになったのに気がつきました。それからしばらくした頃に、夜そこを通ると、お弁当箱は置かれていることに気づきました。注意して、その現場を気にしていると、 どうやら、朝に花束とお弁当、お昼にもお弁当、小学生が帰ってくる頃にはお菓子、夜にまた新しいお弁当、と置かれているようです。どうやら、その亡くなった子のお母さんか誰かが、毎日その時間になると、置いていくようだと気がつきました。女性がそこにしゃがんで、ぼーっとしているのも、 何度か目撃しました。それに、初めて気づいたとき、本当に胸が苦しくなりました。少し異常にも思えましたが、子供を亡くすとこうもなってしまうものなんだろうと。それから、しばらく経った夜、今から一ヶ月くらい前でしょうか。深夜に、女性が毛布にくるまって、 その現場にしゃがんでいるのを窓から目にしました。さすがに、この時は少しゾッとしました。その日から深夜に窓から覗くと、毎日その女性が毛布にくるまり、座り込んでいます。その女性の気味の悪い行動は、徐々にエスカレートしていきました。はじめは座っているだけだったのが、 話し声が聞こえるようになり、深夜の街に声が響くようになってきました。話の内容まではわかりませんでしたが、誰かが警察を呼んだんでしょう。警察に連れて行かれたことがありました。その時の抵抗といったら、すさまじいものでした。すごい大きな声で、やめて話しなさいゆうくんが怖がってるじゃない と言っていると思うと、今度は、殺してやる。お前もだなんて恐ろしいことも言っていました。それでも、なんとか警察が連れて行ったようで、声が聞こえなくなるとほっとしました。それからしばらくは、その女性も来なくなったのですが、2週間ほど前の夜です。窓から覗くと、 またいました。いたというより、そこで死んでいました。サイレンの音で気がつき、窓から覗いたんです。そうしたら、下ろそうとしている最中でした。事故現場のすぐそばにある電柱で、首をつっていました。その女性と、目が合いました。会ったような気がしました。 そして、男の子をその現場で見ました。警察や消防の人の人だかりから少し離れたところに。深夜なのにランドセルを背負った男の子。この子が幽霊かどうかはわかりませんが、明らかに異様な状況でした。それ以来、窓は決して開けられなくなりました。 窓から顔を出して、その現場が目に入るのが怖いんです。私は在宅で仕事をしており、深夜机に向かうことが多いですが、机でうとうとすると、どうしても、お前もだという女性の声が聞こえてきてしまいます。アパートの2階は3部屋あるのですが、私以外の2人は、すでに引っ越してしまいました。私も、 早く出て行きたい。聞こえてくる声は気のせいだ。霊なんて存在しないと笑っていただければ少しは気が紛れます。